幹事長の方から上官報告含めてお願いいたします。すいません、お疲れ様でございました。ちょっと今日はあまり時間がないので、短めにいきたいと思います。まず冒頭 の発言でございますが、5月の3日から5月の6日まで、枝野代表が札幌から那覇まで全国13都市で全国縦断大作戦を開催をさせていただきました。14都道府県の参議院選挙区の候補者、比例代表の候補者と遊説をし、たくさんの有権者の方にお集まりをいただきました。心からゴールデンウィークの中、お足運びをいただいた有権者の皆さんに感謝を申し上げたいというふうに思います。全国で立憲民主党の期待を、より高めていきたいということでの代表の全国遊説でございましたが、一定の成果があったというふうに思っておりまして、今後も今回は都市部中心でしたけれども、引き続き全国いろんな地域に回っていきたいと考えております。2つ目、昨日でございますが、立憲民主党中谷一馬青年局長を中心に若者政策会議、高校生を中心とした若者政策会議を開催させていただきました。これは先般2月に行った高校生のおしゃべり会議に続いて、そこに参加した高校生が有志として政策を我々に提言したいという思いをいただいた中で開催させていただいたものでございまして、高校生約60名強の高校生が参加をいただき、地方議員、そして政調会長、そして私も参加をして若者政策会議をやらせていただきました。朝の10時から夕方の5時半まで、政策の議論を10チームに分かれてさせていただいて、非常に、有意義かつ建設的な議論をして、結果として若者から立憲民主党に対する政策提言をかなりの数でいただきました。数にしておそらく30項目近くいただいたと思いますが、これを来週正式に、枝野代表に提示をいただくということで今準備をしておりまして、我々としては、この高校生の若者の政策提言を真摯に受け止めて、我々の参議院選挙の政策にどう入れ込んでいくかについて議論を始めたいと思っております。率直に申し上げると非常に、問題意識の高さ、それからプレゼン能力の高さ、私も共感をし、そして関心をさせていただきました。 LGBT の課題などについては、非常に進んだ形での提言もあり、さらには将来的な日本の姿について高校生なりの問題意識を我々にぶつけていただいて、非常に良かったというふうに思っておりまして、このことについても参加をしていただいた方に心から感謝を申し上げたいと思います。それから、上官でございますが、参議院の総支部の設立について、参議院比例第23総支部、先般皆さんの前で会見をさせていただきました奥村さん、いわゆる奥君の、参議院総支部を、設立を承認いただきました。それから自治体議員の入党承認については、静岡県の沼津市議会梅沢博さんの入党承認をさせていただきました。それから選対委員長から4月の26日持ち回り上官で決めた、参議院新潟選挙区の内越さくら候補の推薦について改めてご報告をいただきました。それから協議事項としては、選対委員長から参議院選挙の候補者について、今会見をさせていただきました斉藤理恵さん、新人35歳、前東京都北区議会議員、老和の方でございます、聴覚障害の方でございますが、公認候補として比例区決めさせていただきました。もう一方は宮城選挙区でございますが、選挙区で石垣のり子さん、新人、44歳、この方もアナウンサーでございまして、公認で、決めさせていただきました。それから統一地方選挙後の自治体議員選挙の推薦決定について、福島県、国見町議会議員選挙でございますが、
佐藤隆候補、それから福島市議会議員選挙、佐原真紀候補、2人とも新人でございますけれども、これから行われる、6月の2日投開票の、地方自治体議員選挙についての推薦を決定させていただきました。私からは以上です。はい、それでは質問の方に移らせていただきます。じゃあこちら行ってこちらです。そのフリーランスの田中と申します。よろしくお願いいたします。選挙なんですが、安倍政権が、消費税凍結あるいは、延期、を打ち出してきた場合、立民はどういった政策を打ち出しますか、消費税について。いや、我々はもともと消費税についてはこの10月に上げるべきではないということを申し上げていますので、そのことは強く、主張をし続けているところでございまして、我々はアベノミクスが決して国民の生活を豊かにしていないし、今はまさに、物価も上がりつつありますし、経済的には非常に不確定な状況になっているので、消費税を上げるべきではないといった我々の主張を安倍政権もようやく認めたのかということと、国民生活が豊かになっていないと、実質賃金も上がっていないということについて、アベノミクスの失政について安倍政権もようやく認めざるを得ない状況になってきたのではないかということを、まずは主張していきたいというふうに思いますし、もし統一選挙があった場合には、消費税だけが争点だとは我々は思いませんので、我々自身の掲げていく立憲ビジョン2019、総選挙版も作っていかなければいけないと思いますし、経済政策についても掲げていかなければいけないと思いますし、我々自身にとっては参議院も衆議院も候補者で、候補者自身が我々自身の政策の具現化を表す、候補者だということで、いろんな観点で、政策をこれからブラッシュアップしていきたいと思います。消費税減税、安倍政権が消費税減税を掲げると、減税を打ち出すという仰天情報もあるんですが、もしそうなった場合どうしますか。家庭の話ですか。そうですね、そればっかり言われます。はい、先にじゃあこちら行って、じゃあ今度は、すみません。静岡支部の園と申します。参院選の静岡選挙について、先日地元の電気局が、立憲民主党が徳川総研一長の徳川裕次郎さんを呼び出す方向で再調整すると報道しました。事実関係についてご質問お願いします。私どもとしては徳川さんとの接触については否定はしませんが、その地元の放送局、テレビ局を流した放送については承知をしております。じゃあ続けてどうぞ。はい、もう一度お願いします。参院選の任意についてですが、先日京都では国民民主党が候補者を取ったので、旧民進党勢力で事実上候補者を立候補することになりました。同じ任意の静岡では、これまで独自候補を立てる繰り返しおっしゃられてましたが、その方針に変わりはありませんか。現状変わりはありません。はい、じゃあこちら行ってその後。また宮島です。とにかく京都で先生の地元でアレックスさんを降ろしたこと、この評価の経緯を伺いたい。合わせて、連休前に、枝野田之会談において、衆参ダブルを視野に入れた一本化を進めるという、でも参議院は即決めるということですが、これはまさに業管理上全体についてどういうふうに取り組んでいくのか。特にダブルを考えたら、立憲が150人、国民が100人以上立てないと、やはり空白だらけになると思うんですが、そのスピード感というでしょうか。その辺具体的なお考えがあればお伺いたい。はい、非常に重要なご質問だと思います。連休前に、枝野代表から各党に党首会談をお願いをし、それぞれ幹事長の同席をいただいた中で、かなり濃密な議論をそれぞれの党首とやらせていただきました。まず優先順位は32の参議院の一人区で早く一本化の調整をすること、これについては水面下も含めて、かなり状況は動いてきておりまして、なるべく早く一本化の調整を国民の皆さんにお示しができるように努力をしていきたいと思います。今日連休明けで初めて東京に出てきているような状況ですから、なるべく早くそういったことが示せるような状況を作っていきたいと考えております。京都のアレックスさんを国民民主党の京都府連合が前原会長を中心に、
擁立を断念をされ、下ろされたということについて、私は、ご油断だと思いますし、敬意を表したいというふうに思っております。まあ、一方で、衆議院の問題について申し上げれば、衆議院の同日選を見据えた中で言えば、まだまだ候補者が全く、擁立が整っていない状況ですので、加速をしなければいけない。まあ、先般我々、衆議院の候補者の公募もさせていただきまして、かなりの数少なからず、応募もありましたし、一方で今、無所属なりで活動されている方々もいらっしゃいますので、我々としては、いたずらに国民民主党の現職と、争うことなく、そこは住み分けをしようということをこの間話し合いをしたところですので、そこも含めて衆議院の擁立についてこれも加速をしていきたいと考えています。まあ、その中で参議院の全体像、いかに野党の議席を最大化をするかということについて、衆議院の同一選という新たな状況が生まれる中で、参議院単体ならば一定やはり比例代表の選挙もありますし、それぞれの政党が切磋琢磨をして議席を増やすことが大切だという考え方もありますが、衆議院と同一になった場合には野党側をいかに、議席を最大化することということが安倍政権を倒すためには必要な条件だと思いますので、その環境を整えるように我々としては野党第一党として、まあ、甚だ至りませんが責任を果たしていきたいと思いますし、これも早く作業を始めていきたいと思います。はい、じゃあ続けてどうぞ。以前田町さんの方から共同先輩的なですね扱いがなければ、やはり280という選挙区にならないんじゃないかと、でまさにだとしたらですね、やはりそこはやはり幹事長が見出すことはないと思うんですけど、国民立憲がですね、そういうことの可能性というのは以前否定されてましたけど、どうでしょうか。共同選対ということになると、一体衆議院の場合にはこれ政権交代の話もありますので、共同選対というか要するに選びしにくいですね。もちろん共同選対が、各党それぞれの選対方針もありますので、なかなか難しいと思いますが、今、相当断続的に各党の幹事長と選挙区の情勢について詰めているところでございますので、まあ、なるべく早く国民の皆さんに野党が共闘して、安倍政権に向き合うという体制を示していきたいと思いますので、まあ、もうしばらく待っていただければ。はい、じゃあそちら行ってこちら行きます。宮城県の市民です。連休前の枝野代表の会見で発表された参院比例区の略称についてなんですけれども、先月29日に党として正式に総務省に届け出をされていると思います。改めてですね、衆院選の時の民主ではなく立憲と出されたことのご理由と、その略称への期待などを。衆議院選挙の時には我々は本当に公示の10日前にできた政党でしたし、一方で、希望の党さんや他党の野党の表記の中で民主というのはなかったわけですから、我々民主党から民進という名前を変えた時に、なぜ民進に変えて民主党の名前をやめたんだというご批判も当時の民主党の支持者の方からたくさんいただいたものですから、我々立憲民主党という名前を掲げて、民主という、政党名と民主党、当時の民主党に期待をしていた方々のご支援もいただきたいということで、略称民主という形で、衆議院選挙を戦わせていただきました。しかしあれから1年半経ちまして、立憲民主党の立憲主義をなんとか守りたいという、思いに対しては一定の国民への理解が広がったということと、立憲民主党が立憲だと立憲主義を掲げるということについても一定の、理解が広がったというふうに考えました。ただ立憲という漢字はなかなか難しい漢字でございますので、これは投票所に行ってひらがなで立憲と書いても OK だということになれば、立憲民主党の立憲だなということで、ひらがなで書いてもいいんだということで、少しでも気持ちの負担を、減らして、一方で立憲主義に対する我々の、思いみたいなものも国
民により浸透できるようにという思いの中で立憲という略称にさせていただきました。まあ、報道の中では立民という表現をされているところもありますが、我々としてはあまり党の幹部で自分たちの政党のことを立民と言っているメンバーは見当たりませんし、我々やっぱり立憲はと言いますので、まあ、それと同様に、立憲という形での略称にさせていただきました。はい、それでちょっと時間でですね、あと 1,2 問なんですが、じゃあこちら行ってそちら行きます。短めですいません、私が長くてごめんなさい。時事通信の中山と申します。皆さん、共産党が新天皇の即位にあたって今回の祝意を談話で示されたんですが、党の綱領で尊敗っていうのを歌っている共産党が今回祝意を示したことについて受け止めをお願いします。私が何か言う話したいです。共産党さんに聞いてください。はい、じゃあ後ろに行きます。新潟日報の鈴木と申します。参院のですね、新潟選挙区で内越さんの推薦を決定したということなんですけれども、遅延のない、候補ですね、新潟選挙区で出した理由をまず伺いたいのと、それから野党連携についてですね、今後どういうふうにこう進めていくのか、その点をお伺いしたいですけど、内越さくらさんのこれまでの弁護士活動や市民との連携等については大変我々は高く評価をしていますし、新潟の県民の皆さん、特に女性の方は信頼感を置いていただけるのではないかと期待をしています。もちろん遅延があった方がいいという議論はあるのかもしれませんが、全国的に見て、遅延の大切さもありますが、一方で候補者自身の資質と何をしたいかによって、逆に言えば新潟の県民の皆さんにも理解をいただきたいというふうにお願いをする次第でございます。野党の連携についてはそれぞれ理解をいただいている政党ももうあると聞いておりますし、連合さんも推薦をいち早くいただいたと聞いておりますので、丁寧にご本人、内越候補自身を皆さんに、お願いをすれば理解が広がり支援も広がる候補者だと我々は信じていますので、新潟県民の皆さんのご理解とご支援を心からお願いする次第です。ごめんなさい、ここまででじゃあ、はい、共同さんとじゃあ2人いきますか。短く一問です。質問としまして、実験確認なんですけれども、先ほどの有田さんの擁立プレゼンのところで党首会談での話だと思うんですが、いたずらに国民現職と争うことなく積み上げしようと話し合いをしたのでとおっしゃってたんですけれども、これはさっき の国民民主党との党首会談の中で州の調整結果についてそういう話し合いをされたという理解でよろしいですか。党首会談という中で平野さんと私の間ではなるべく、これはもう同一政府選挙なので一定の住み分けをしようということでは話し合いをしていますが、全部が全部できるかどうかは分かりません。州の小選挙という意味です。だからそれは全部が全部できると考えます。はい、じゃあ最後短めにお願いいたします。すいません、3分ほど前に野党共闘という言葉を使われましたね。はい、でその後野党連携という言葉が使われましたけども、はい、野党共闘というのは枝野さんは少なくとも各党首と話し合いをする前は絶対に使ってなかったんです。これから野党共闘という言葉を我々は使ってよろしいでしょうか。我々がいいか悪いかじゃなくて皆さん、じゃあ一回マイクお願いします。野党共闘という言葉は使われました、今ね。はい、使われました。はいはい、その後野党連携というのに対して、はい、野党共闘なんですか。野党連携にしておきます。はい、はいはい、どうも、長時間におりました。ありがとうございました。ありがとうございます。